MVP を上位で争っている水原という、そして中段に構えた中林、最後方からは小林豪が目を覚ます。うわ、またいいシャンテンだ。あらパイレーツ、ここまで来たらもう好きな人といった感じ。ここで小山んとか上がると結構決まっちゃいそうですよね。うん、これすうわっ天杯な貫禄ピン、まず貫禄ピンな、これがすぐ出るパイではないですから、ここから変化ですね。とりあえず4山っていうことだけお伝えしておきます。出ないより最高のツモ、二巡でツモって言われて4戦オールって言われたら、ね、貫、これは貫するか、いやどうだろう、しないか、おっしゃ。でもこれ速さは演じてますよね、ま、うわ乗った、うわなんだよ、初ドラドラドラ赤、うわ1万8000ですよ、出上がり確定1万8000、はい、リーチ初ドラ3赤、うわこれ7山になりましたよ、キューピン3枚増えて、松本が出てるキューピンだけ、はい、これ6、これとりあえず G になりますかね、高宮さんは。うわ現状9が出そうな人はいないか、松本はキューピンを引いても違うパイで対応するっていうことですか、はい、はい、松本さんベタ追いしてて自敗とかも持ってるんで、さあこれ高宮さん6キューピン引いていいシャンテンだ、でも高宮さん行きますよこれ6キューピンで、でもどこまでお代わりできるか分かんないですよ、あ、はい、こっちも来た、さーっと流れましたがまだ十分ある、高宮くっつきですからね、はい、いや4位山かこれで6キューピン、いやこれローピンとか引いたらキューピン危ないよ、あー神山ピン行った、神山ドラマチ、三山か、2対4、うわこのめくり合いはめちゃくちゃ大きいぞ、高宮さんがね上がればトップ見えてきますよ、どうだ、でもこれ6球ピン打っちゃったら大変なことになりますよ、打っちゃったらもうね松本さんとのラスト争いになるでしょうね、はい、1万8000確定のリーチ中林、果敢に追っかけリーチ高宮まり、関連満対6球ピン2対4ファイトクラブ危ないぞ、うわーキューピンだ、キューピンだ、うわなんだこれ、バイマンですね、リーチ初ドラドラドラ赤、裏裏裏裏、はい、元が出上がり10番、元が出上がり6番だったと思うんで、リーチ初重さん赤裏4ですねだと思います、はい、リーチ初重さん赤裏4、はい、10番ですね、2万4000点。